セトラチャンネルです。本日はキャンプ飯、ウェスティン使って、チキンラーメンでカルボナーラ作っていきます。お湯沸騰してるんでチキンラーメン入れていきます。ちっちゃいの使ってるんですけど、これ大きいの使ってもらって構わないです。牛乳入れていきます。少し経ったらベーコン入れていきます。やべえ、超熱いな。熱い。熱い。こんな感じです。ここからね、もう少し、煮込んでいきたいと思います。はい、じゃあ仕上げしていきます。チーズ振ってブラックペーパーを入れて、最後に卵落としてメスティンでカルボナーラ完成。嫁蔵に食べてもらおうと思います。いただきます。手混ぜちゃっていい？いいよ。え、ぐしゅってやっちゃっていいの？うん、やって。何かで、なんか変わってそうだね。え、すごい。めっちゃチーズの匂いする。濃いかも。ちょっと何が？あ、チーズ入れすぎたってこと？なんか変わってる。おいしい。まずいわけではないけど、なんかカルボナーラっぽくない？何？チキンラーメンクリーミーみたいな。クリーミー。カルボナーラ風なんだろうね。じゃあクリーミーでもない。なんかね、トロトロ。どういうこと？麺がトロトロ。何トロトロ？え？麺？麺がトロトロ？トロトロ。あ、じゃあやりすぎたのかな。じゃあ親父にはちょうどいいわ。うん。うん。うん。ワンタン。うん。近い。ワンタンに近い。やってみてください。